査について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ダスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はボート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように、周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。台車もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ。成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとに。ルナ・フレーナは受け絵を終え、紅葉の指輪とともに水と見て待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。待たせて悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには
王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためのこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ、これ。頼むな。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。ウリ、巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。よっよっ。それ、なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアの子？うん。ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。ウリ、ゲンティアナってさ、人なの？いや、24子は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうは人間と話ができる。ルナフレーナ様と似てる存在なのか。ああ、めんどい。油断禁物ってね。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ん？ルナフレーナに？そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはゲンティアナとゼネブライの。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい。
雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。網に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのか。ウリ！それ！カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてるって。ウリ！の言ってたルナフレーナ様の話本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかねえと。よっ！ってうり！ノクト、魔導エンジンの音がする。カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえっか。ノクティス、東の洞窟フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。